死ぬまで金鉄男こげっす。皆さんお久しぶりでございます。なかなか最近あげることはなかなかちょっと取れてなくて、実はね神戸に引っ越しました。引っ越した理由がですね、個人でパーソナルトレーナーとして、自分のジムをスタジオを借りて自分のジムを作って開業っていうような形になります。本当に個人でするような形なので、本当にパーソナルトレーナーのジムっていう感じではないんですけど、死ぬまで歩き切ることができる、排便することができるっていうようなコンセプトに自分のジムを立ち上げて、本当にお客様が本当に何ですかね、何のために健康な食事だったりとか運動、なぜ運動するのか、トレーニングするのか、なぜ健康な食事をするのか、健康イコール、死ぬまで歩き切る、イコール死ぬまでトイレに行けるっていうようなそこに繋がってくると、いろんな経験をしてそういうふうに思ったので、トレーニングの素晴らしさであったりとか、トレーニングのその価値というかっていうのを皆さんに、知っていただければと思います。なのでぜひジムに6校の方でするんですけど、ぜひ受けていただければと思います。毎週火曜日にも一応パーソナルカフェっていうような形で、おしゃがの駅降りてすぐでお店があるんですけど、一応毎週火曜日もそこでパーソナルカフェさせていただくような形にはなりますので、ぜひ来ていただければと思います。てなことで、ちょうど引っ越して2週間経つんですけど、こっちの生活にも慣れてきて、最初はかなり手こずってはいたんですけど、自分の環境を作り出してきてるっていうような感じで、今のねちょうど4時半に起きて、今日ちょっと10時に6校の方に行って、いろいろとまた作業をしないといけないので、自分のジム作りちょっと早めに起きました。今日はいつも最近はね5時に起きてるんですけど、そうですね5時に起きてるんですけど、ちょっと4時半に起きて今から足を何もつんで、今日ね一日の僕の Vlog というような形で、この YouTube とかでも SNS とかでも引っ越したことはまだ言ってないので、引っ越した時の今の仕事始まる前のルーティンを見ていただければと思います。あとね朝一のコーヒー飲んでます。結構ね顔がもう大会終わってからちょっと脂肪がついたり、体重もねしっかり6キロぐらい多分乗ってるんで、今ちょっと食事制限してちょっと落としてるっていうような感じです。2日3日前までパンパンやったんで、今日の一日見ていただければと思います。コーヒー飲んだ後にパンプ用のサプリを飲んで、その後しっかり足トレを動画に収めていきたいと思います。レッツゴー。ちょっとね目がね真っ赤かなんですけど、乾燥しすぎてねやばいですよね、全然開かなくて。行ってきます。はい、今日はですね足トレの日になっております。まず1種目目がマシンカーフレイズになります。僕のね弱点、ちょっと今回もアフレコでちょっとさせてもらうんですけど、ちょっと解説を細かくさせていただきたいと思います。ね、マシンカーフレイズ、最初にやっぱカーフが僕ちょっと弱くて、ふくらはぎの方がなので、一番最初に持ってきて、より筋肉の破壊を促すというような形になります。一番反応がいいのでね、一番最初にする種目は、なのでアップもしっかりしておきました。で次2種目目がですね、2種目目が、ダンベルステップになってます。これねダンベルにすることによってね、これ可動域が取れるんですよ。一番結構下まで下ろすことができて、かなり伸ばすことができるん でお尻の下の付け根ぐらいまで、引っ張ることができるんで、なんで収縮と伸展の、なんすかね、かなりできるっていうような形になります。でこれがね40キロになりますね。で次が、50キロになります。50キロ重かったですね。大体ねいつも40キロとか45キロぐらい、大体40キロが多いですね。40キロとね10回ぐらい普通にできちゃうんで、いきなり50キロするとかなり重いっていう感じです。で50キロにすると、お尻のハムストリングスだけじゃなくて、背中とか、特に腰とかでカバーしちゃうっていうような感じになるので、基本的に、1回だけ50キロ触るっていうような感じです。でこれがカーフ2、なんか2のパッドがついてるから、なんか名前が2カーフレイズみたいないう名前になってます。これね滋賀県の方にはなかったんですけど、今神戸の江南山手店でずっとトレーニングしてるんですけど、江南山手店がねかなり広くて、マシンも多くて助かっております。でこれ2種、3種目目にこれが入ります。で、ね、僕やっぱりカーフとやっぱりハムストリングスも前足に、その大体初期に比べて弱くて、前足に比べてなんで、最初の方の種目に持ってきてます。
でね、ステップの方が、あと内転筋とその内側、前から見た時のその内側の張り出しというか膨らみとかがちょっと弱いので、基本的にまあこのカーフニーレイズはこう 内側をイメージして、内側を意識して入れてるっていうような感じでます。まあ、これもね、本当に上げるとき早くして、まあ、重たいんで上げるときパッと早くして、下ろすときゆっくりで、下ろすときもいきなり上げ切って、まあ、付けのお尻の下の付け根からこう感じながらゆっくり下ろしていくっていうのを意識してます。で最後はパーシャルでちょってやって、もう最後追い込みをするっていう感じです。まあ、普通のね、このなんすかね、カーフニーレイズ、ニーカーフレイズはなかなかね、なんかきついっていうような感じじゃなくて、まあ自分でコントロールして、まあ効かせることができるマシンっていうような感じのイメージですね。どっちかというと寝てするカーフレイズとか、まあ今からする、まあ座ってするカーフレイズはもう本当に、まあ筋肉により刺激を促すっていうので、まあかなりきついマシンなんですけど、追い込むことができるマシンなんですけど、これは追い込むっていうよりも、まあ自分で、まあマッスルコネクティブって言って、まあ脳と筋肉をつなげることをよく促すっていうので、僕はまあスティフ終わったと、スティフでやると最大に伸ばしきった後にやるっていうふうにしてます。で次がですね、マシンカーフレイズ、これがかなりきついでね、このパッドを、膝の上のパッドをまあ一つこう上にすることによって、まあ最大に可動域ができるっていうのと、この上についてる小さいパッドやとね、こう重量扱ったりするんでね、あとバランスもちょっと取れなくて、膝がちょっと痛くなったりするんで、基本的に僕はもう最近はこういう風に何か一枚かまして、こういう風にやってます。でこれも上げるのを早くする、まあだから曲げるのを早くして戻すのをゆっくり、一旦こういう風に頑張って止めようとしてるんですけど、いきなりねこう上げ切ってすぐにっていうのは無理なんですけど、まあこういう風にちょっとゆっくり戻すのをゆっくりして、より意識してトレーニングをしてるっていう感じです。まあこれがね、顔見てもらったら分かるんですけど、まあ顔芸ではないですけど、かなりきついっす、これが。まあこれはもう全体的に効かすっていうイメージです。もうなんかとりあえずこれは意識せずに、まあ1種目目と2種目目でかなり自分の鍛えたい部位を意識してきてるんで、そこでまあある程度疲労が溜まってるんで、まあまあ、最後のこういう種目で思いっきり追い込むと、まあ、全体に自分の、まあ、弱点部位も効かせやすい、意識しなくても効かせやすい状態になっているので、まあ、さっきのでかなり、まあ、とことまで追い込むというような感じになります。で次がヒップアブダクションっていうので、まあ、これも内転筋のトレーニングになってます。まあ、正直内転筋とハムストリングスってやっぱり内転筋の方がやっぱ筋肉が少ないので、まあ、僕は比重的にハムストリングスの方が、まあ、鍛えた方が、まあ、足は映えるなっていうので、ハムストリングスを先にやってます。でヒップアブダクションは、まあ、こういうふうに、まあ、僕の、まあ、ちょっとした弱点ではないんですが、普通の人よりついてるんですけど、その大腿四頭に比べると弱いっていうだけであって、で、まあ、一応順位的にヒップアブダクションを、まあ、この順番で入れてるっていう感じです。で追い込み方も普通に、まあ、フルスタックで高重量でやって、でその後お尻を前にしてね、テコの原理みたいな感じで、こうより鍛える部位から近づくってなると結構重量が扱えるん で最後にお尻を前にしてちょっとパーシャル気味で追い込んで、で最後にこういうふうに開いてよりストレッチをかけて最後追い込み切るっていうことにしてます。まあ、これ4セットしてますね、いつも。で次が、ケトルベルカーフレイズじゃない、ランジカになってます。これもね、前指摘をちょっと受けて、なるべく胸を張ってやるようにしてます。で胸を張ることによって気づいたことが、より後ろ足の曲げてる内転筋の方により比重がかかるなっていうふうに気づいて、重量をちょっと下ろして今回はやってます。でこれも限界まで追い込むっていうイメージです。で左右、今回は2セットしましたね、多分おそらくっていうような感じで、まあ、これもすごい丁寧に、とにかく筋肉にどれだけ刺激を、破壊っていうよりも刺激を送れるか、短期的に刺激を送れるかって、やりすぎるとまた筋肉減っちゃうんで、
まあ、短期的に刺激を送れるかっていうので、まあ、トレーニングの効率をより僕は意識して最近行ってますね。足取りでもね、得意な部位でもあるんですけど、まあ、かなり頭使ってどこまで効率よくできるかっていうふうにやってます。でこれもね、大体首都は普通大体この前のふくらはぎ太ももはもう勝手についちゃうんで、すごいもうすぐに効いちゃうんで、なるべく股を開けるというか内転筋、その後ろ足の内転筋を意識して伸ばして収縮してっていうので、ね、僕は本当に意識してます。そういう風に、まあ、これがねかなりきついんですか。これもね複合種目っていうので、まあ、いろんな筋肉の部位を使うっていうのを複合種目っていうんですけど、単体種目ではなくてカーフレーズみたいにいろんな部位が効いちゃうんで、頸痛、後ろ、前っていうのが全部効いちゃうんで、まあ、かなりきついです。次、やっと前足っていうのは、これはレッグエクステンション、前足のみですね。これは単体種目ですね。もうほんまに変なやり方がしなければ前足以外には入んないっていうような種目になります。僕はねこれ基本的に内側広筋っていう太ももの内側と、あと太ももの、直筋っていう付け根から出てる直筋、大体直筋っていうのがあるんですけど、まあ、そこを意識して僕は基本的にやってます。でこれもね、高重量っていうよりも本当にマッスルコネクティッドっていうので、まあ、僕はでもね普通にやっててめっちゃ効いちゃうんであれなんですけど、まあ、大体直筋と内側広筋を意識しながらやってるっていう感じです。で、まあ、全部僕のトレーニング関するものなんですけど、基本的に僕のトレーニングは上げるとき収縮動作を速くして伸展動作を遅くする、だから下ろすときを遅くするっていう風にやってます。で結構皆さんね、初心者の方もあるあるなんですけど、やっぱ下ろすときだったりとか戻すときにかなりなんですかね、こう雑にベンチプレスでも上げるのはめちゃめちゃ本気で頑張るけど、下ろすのはなんかめっちゃ速いみたいな。あとこの収縮動作だけで、まあ、すごいこの動作がもったいないので、まあ、その代わり重量落ちたりするんですけど、まあ、そっちの方が筋肉の伝達というか、よりポージングであったりとかトレーニングの質っていうのがどんどん上がってくるので、まあ、最近胸トレはそれをよく気づいて、まあ、ちょっと分かってはいたんですけど、よりもっと丁寧にやっていかないと、やっぱり弱点部位である胸とか肩は大きくなっていかないなと思って、よりそこにフォーカスして行っております。で次はレッグエクステンション終わった後は、まあ、ケツのトレーニング。実はね割とね得意というかでかい方なんですよね。昔ウエイトリフティングでスクワットをバンバンやりまくってたんで、それ勝手にやっぱりついちゃうっていうので、まあ前足に比べたらマシなんですけど、その次にでかいのが太ももっていうの で最後にレッグプレス。レッグプレスはもうでスクワットがねちょっとこう僕右膝がオスウッドでかなりちょっと痛くてできなくて、高重量やろうとしたらもうやっぱり1週間2週間痛くなっちゃうんで、もう基本的にレッグプレスで超スーパー高重量でやってるっていうような感じです。まだねそんなに今回は高重量じゃなかったですね。やっぱりね基本同じような種目を毎週毎週ずっとやり続けたいんですけど、まあ、引っ越したばっかりでマシンも変わったりとか環境も変わったりしたんで、まあ今回は様子見でっていうこと でどん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 重量を追い求めていこうかなっていうような感じです。レッグプレスはで可動域はまあこんな感じで、下ろしすぎるとね腰が前にグーンってなってしまうので痛めたりするんで、もうそこのギリギリのラインまで下ろしてるっていうような感じです。基本的にレッグプレスの場合は足を基本的に僕は上にして、まあ、ハムストリングス、ケツの下、お尻の下っていうのも入れるようにして、まあ、複合種目なんでも全部足の全部を使うイメージで押してます。でこれもねやっぱり比重的に僕がやっぱり前足が効きやすいんで、どうしても前足の種目になってしまうんですけど、でこれね僕もレッグプレスで毎回動くとかすごい歪んでるんですよ。僕も左足の方が結構幅が広くなってて、どうしても体全体がね右に傾いちゃってるんですよね。僕の場合はこれをね戻すのがかなり難しくて、何回もストレッチもしていろいろと試行錯誤してるんですけど、なかなか治らなくて、逆にねこの左足をね内側にするとね、やっぱり太ももの効き方が左右されてたりするので、まあちょっとずつ調整してやってるという感じです。で最初にこうやるときに足を合わせてダンベルに合わせて股を開いて位置を
調整してからやったりとかっていうふうにちょっと工夫してやってます。プレート25キロで何キロかちょっと分かんない、300キロか400キロかはちょっと分かんないですけど、まあそういうぐらいですね。正直重量はねあんまり関係ないですね。僕の足トレの場合は重量は僕はあんま気にしてないです。とにかく10回限界ぐらいで効けばいいっていうような感覚でやってます。最後まあパーシャルっていうので最後の追い込みで可動域狭くして最後追い込んでるっていうような感じです。こういうふうな感じで、はい、まあ足トレの方は以上になります。きつかった。はい、その後にまあこんな感じでまあ基本ね筋トレしてる人はねナルシストが多いんで、ナルシストが多いっていうか、まあ、自分の筋肉パンプした時どういう風に映るんかとかっていうので、まあ、ナルシストというか、まあ、自分の体をより鮮明に、まあ、理解するっていうのでこういう風にポージングしたりだとあったりとか、だから体幹時のねパンプしたとか、まあ、張りがいい時にどういう風に映るんかとかっていうので、まあ、結構そういう風に写真撮ったりしたりします。もう足パンパンっすねこの時。ちょっとね、今日は3食目、さっき胸肉も食べてちょっと取ってなかったんですけど、仕事仲間と一緒にいました。見てください、つけ麺でございます。僕が減量終わって食べたかったリスト一つに入ってます。食べてみたいと思います。はい、先ほどね、エンディングを取ったんですが、ちょっとメモリーカードのがバグりまして、これちょっと取り直します。一応ね、さっきトースターサンドイッチみたいなホットサンドメーカーで8枚切りの食パンを胸肉 150g くらい入れて、あとマスタードとケチャップを入れて食べました。うまいですね。増量で気づいたことがあって、増量というかまあ体重を維持する、もしくはまあ筋肉脂肪を落としながら筋肉を大きくするっていうのに、やっぱり食物繊維が多く入るとお腹が膨らんで、やっぱり水を含んでおかなお腹が膨らんで、やっぱり満腹感があるなっていうのがすごい感じましたね。減量ではね、もう枯渇しすぎて何も感じなかったんですけど、今日と昨日かな、白米に切り替えるとすごい消化が早くて、同じカロリーもしくはそれ以上のカロリー取ってるのにすぐにお腹空いたりしてたん で体がすっげえ熱くなったりしたんで、やっぱり自分に合う食材っていうのがより鮮明に分かってきたかなっていう感じです。今日も4時半に起きて、ちょっとかなり昼寝もねしっかりちゃんとはできなかったんで目がショボショボしてるんですけど、明日肩トレがあるんで動画を撮れればなと思います。今日はね、足トレちゃんと三脚を買ったやつで立ってやってるんで、今日もね飯をまあつけ麺の方で、最後の動画がつけ麺で終わっちゃってるんですけど、まあその間は胸肉を3食か食べてるんで、で今日も一応5食食べてるんで、結構体重維持する、もしくはまあ脂肪をちょっと落とすみたいなイメージで食べてると体重も結構維持できてるんでいい感じかな。トレーニングの方もね、結構より減量の時よりも考えて、この半年間でどこまででかくできるかっていうのだけすごい考えているんで、あと授業の方もね、ちょうど1月9日火曜日から毎週火曜日にパーソナルカフェをまた再度することになりまして、またいろんなお客様とお話とかできるのが楽しみしております。その他の日にちはまあ動画編集だったりとか、一応1月11日から始まる6校のパーソナルのスタートになりますんで、こっちでいろんなことが、環境も変わって、まあ、いろんな人とまた出会うこともあるだろうし、また仕事も始まってくるんで、すごい楽しみであります。体重はね、ちょうど飲料最後の体重が水抜き前で 72.75 ぐらいで、プラス今朝起きた状態で計算するとプラス 6、7キロみたいな感じですね。で、多分絞り切った体重がおそらく今回の体だと多分70キロぐらいがちょうど僕の絞り切った体重だと思うんで、まあ、プラス80キロまでで抑えて増量していきたいなと思います。で、また明日撮るか分かんないですけど、まあ、多分撮ると思うんで、また明日よろしくお願いします。では。